はい、今回は下関市にある観音崎古墳に行っています。この古墳はちょっと変わってて、野球グラウンドのすぐ横にあります。この森ですね。下関市にある観音崎古墳に行っています。目の前にある森ですね。ここ変わってるのはこの早友高校のグラウンドのすぐ横にあるってことですね。ちょっと変わってますよね。グラウンドのすぐ横、ここは早友高校の野球の練習場ですね。野球練習してるかと思ったけど、してませんでしたね。タイヤがあって小道になってる。橋になってるんだ。なんかお地蔵さん埋まってねえか。これ土に埋まってるよな。これこれ裏ぐるっと回ってみましょう。これ古墳って言われても古墳って感じしないもんね。ただの森に見える。地図の表示ではここが古墳になってるんですよ。でもパッと見は分からない。森の中にお地蔵さんがあったから、まあそれぐらいですよね。あ、ここも開けてる。古墳って感じしないね。このグラウンドはもうどこからでも見渡せますね。ここに車止めても見れるし、向こうでも見れる。ギャラリーにとっては最高ですね。いい場所ですよ。
野球の強豪校って感じがしますよね、いかにも。あのベンチにエッチの文字がある。早友のエッチ。自分の古墳はわからないな。よくわからんかった。正直。まあ唯一何かあるとすれば、もうお地蔵さんですね。それぐらい。グラウンド側に回ってきました。木々が茂ってるだけでよくわかりませんね。まあここに来たら野球グラウンドのすぐ横にあるっていうことで、珍しいってことで来たんですけど、ね、グラウンドのすぐ横にある古墳っていうなかなかないですよね。離れてみるとこんな感じですね。すぐ横に自動車学校があるのかな。はよく分かりませんでしたけど、まあ、ここは古墳ということで、はい、観音崎古墳でした。